クターの年末感謝祭2020。ということでね、これは、溢れ出す煮汁のポーズからの、バーンダンダンダンファイナルフラッシュクターのね、年末感謝祭2020、2020のね、告知を、まずそれから始めようかなと。どこでやってるのこういうのって思うでしょ、ね、どこでやってるのって。ブラウザ上でやってます。ホームページのブラウザ上でやってます。知らんよ。今更、今時ホームページでこういうの確認する人って言うのって思うけど。まあ、クター好きはちゃんとチェックしてるかな。これ、こういうのなんかもっとこう、いい感じに伝える方法ってないんかって思うよね。こんな楽しそうなのに。こんな楽しそうな画面を作っているのに。見る人はクターやってる人ばかり。しかもゲームだけに注目してたら、なおさらここにたどり着かないっていうね。はい。なんか年末に向けて、あれやこれや、ちょっと、クターのホームページの方も、頑張っていこうという感じなのかな。クリックするでしょ。クリックするとね、今のところここまでしかクリックできないんですけどね。12月8日になったらこのベルのところが公開されてっていう感じで、徐々に公開されていくらしいです。紹介したいのは何なんだろう。何を紹介したいのかよくわかんない。これ、出張秘密のギガ連射。G にまつわる極秘情報、メルマガ読者に一足先に公開しちゃうよ、とってね。ってね。なんだ、これもよくわかんないですね。秘密その1は謎の G コインだ。黄金色に輝く素敵なコインの中央に刻印されしギガ連射のマーク。これはきっとレアでいい感じのやつに違いない。ふわっとしてるね。クターらしいこのふわっとさね。これに慣れていこう。このアバウトな世界に慣れていこう。ちなみにこれ牛を押すとなんとクターの年賀状素材2021がもらえます。データとして。ぜひね、皆さん年賀状をお作りのお方はね、こういった素材を使って年賀状を作ってみてはいかがでしょうか。驚くよ。こんな年賀状が来たら。思わない？ポストに投函されて、こんな年賀状が来たらさ、ダウンロードされちゃう。これで押したら、そのままこの画像が入るようです、パソコンの中にね。どこで使うのこれって思う。この年賀状を送ってくる人、すごいクター好きってのがわかるけど、クターの認知度が低いから、何このキャラクターってなるじゃん。でもこの辺結構おしゃれかなと思うけどね。こんな、でもそうか、来年牛年なんで、ありっちゃありですよね。ありっちゃあり。年賀状にこの、猛牛と乳牛をこう乗せてね。バシャッとこうね。何このキャラは。だからまあ、今ちょっと年賀状を作ろうかなと思ってる人で、ちょっといい素材がないなと思ってる人は、この辺のやつをペペペッと貼り付けてね、ワードかなんかに貼り付けてね、そういったクターの年賀状を作ってみてはいかがでしょうか。ギガ連射からの回し物って思われちゃうよ。じゃあ今日はね、今日もゲームやっていきましょうか。今日もやっていきましょう。もう一つ伝えたいことがありました。今ね、一部のゲームはクターのゲームってポイントを貯めないとできないゲームがあって、デルデルポイントっていうポイントかな。一部ができるようになったのかな。全部じゃないっぽいんですけど、例えば結構ポイント貯めてゲーム出したんですけど、クターのソーダボールとかまだ未だにできなかったりするんですが、こういうね、デルデルマシンでポイントを貯めて、貯めたポイントでゲームをこう開くみたいなのがあったりするんですけど、そうですね、何があったかな何かこう開いたゲームがあった。わざわざポイントを貯めて開いてるゲームとかあるんですけど、これ、例えば、これ、テクノ地獄スーパーとか、この辺は自分がわざとね、この、アザラシがわざわざこの、ちょこちょこゲームをしては、デルデルポイントで、出たカードでね、解放したりしてるっていうのがあるんですけども、乳酸菌飲料とか、これ地味なデルデルゲームをやってるんですけど、結構ね、限定化されていたゲームが公開されてます。例えば多分クターの穴とか、クターのスープレックスとか、この辺も元々は、ポイントを貯めないとできなかったゲームなんですが、それが今公開されてるんで、この12月、まあフラッシュの公開が終了するまでの期間ですけど、新規クタラーの人もね、入ってきやすい状況になってますんで、この機会に、ぜひとも、ブラウザを開いてやってみたらいいと思います。確か、ネイビーのパンツ、クターの砂入れ、クターのオクトパス、ブロスの 360R、裏アクター4、裏アクター3、裏アクター2、クタの地獄スッパー、スター、スープレックス、穴、チェリーの甘。この辺と、あと、上の方の何個かあったような気がする。ポイント貯めないとできないやつがね、あったような気がするんですが、多分上の方だったら、これかな？クタの、やっぱソーダボールかな？ソーダボールだけが。うん。上の方だったら、限定公開になってた。ポイント貯めないとできないゲームだったと思うんですけど、今これだけね、なぜか、デルデルマシーンでゲットしないとできない状況のままなんですけども、それ以外のゲームが多分ポイント貯めなくてもできる状態になってるんで、やってみたらいいと思います。ほんとね、どんだけポイント貯めてもこれ開けんやんかってなってたんですけどね、多分1000回ぐらいデルデルマシン回してると思う。多分1000回ぐらい。でも、1000もいかないかな。500、せいぜい500ぐらいかな。回しても出てこなかった。この辺のね、ポイント貯めないとできなかったゲームが、今できるようになってるんで、興味ある人はやってみましょう。自分もアザラシもこの機会にね、やって、動画にできたらなとは思います。なんで、今回は、クタの地獄スパ。これはやっていこうかなと。思います。はい。クタの地獄スパ。ちなみにね、ちょろっとやってます。ちょろっとやってます。ってことで、ギガ連射。今日やっていくのは、クタの地獄スパでございます。まあ、これもね、ポイント貯めて、カード引いてカード合成して出したような気がするんですけど、今だったら多分、その苦労なしにできるんじゃないかなと思います。まあ、シークレットというか秘密のゲームだったんですけど、これはね、まあ、今しかできない、今しか見れないゲームかもしれんと思うと、やっと価値ありかなと思います。ぜひともね、この動画見た人でも、クタのサイトにダッシュで行ってね、やってみたらいいんじゃないかなと思いますよ。一応、まずは、あらすじから紹介していきましょうか。あらすじ、これだってたかな？こっち、はい。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、硫黄の匂いの露天風呂で浮かれている驚異の無表情キャラクター。今日はテクノ地獄風呂で水面を連続ジャンプ。勢いをつけて水切りの要領で連続ジャンプだ。足が沈む前に水面を蹴って絶妙なタイミングで突き進もう。水面よりもちょっと高めにジャンプしたり、水面よりも下でジャンプすると失速してしまいゲームオーバーだと。そういうルールのゲームです。はい。もうヒントはいいよね。ヒント出したことが当然書かれてないです。あ、でも一応見とく。このゲームのコツ。水面の位置は決まっているので何度もやってコツを掴んでね、ということです。何度もやれということしかわからないです。はい。おなじみの役に立たないクタのコツをいただいた後は、ランキングを見てみましょう。一応ね、このゲームは初見じゃないんですね。11月の終わり頃に上げようかなと思って一旦撮ったんですけど、あんまり記録も伸びないしということで、その後もずるずるやってるんですけど、やっぱり記録が伸びないしという感じです。特にこのね、70メートルって記録を見るとね、やる気がそがれるよね。まあ、ルールはすごい簡単です。もうこれをシークレットにする意味があるのかって思うんですけどね、今のは録画ミスですね。撮影ミス。この踏切のバンの前にジャンプ。あ押すとジャンプするんですよ。だから、例えばここで押すと、無限に笑えちゃう。無限に笑えちゃうよ。はい。まあ。ちゃんとやります。ちゃんとやりますよ。ジャンプ、跳ねる、あってな具合で。簡単そうに見えるでしょ。あ、難しそうに見えるでしょ。簡単なんです。難しそうに見えて簡単。簡単そうに見えて難しい。それはクタのゲーム。バカが多い。バカがおる、ここに。バカがおる。何回もやらん。ええ加減にしてくれ。ええ加減にしてくれ。気持ちが前のめりすぎる。気持ちが前のめりすぎて、飛ぶバンの前で飛んでしまっている。はい。こんなのね、見せられないよ。悔しいな。めっちゃ簡単なのに。何やってんだ俺は。ここまで完璧な流れで。動画の流れ完璧だったのに。ダメだろう。湯煙で踏切板がもう見えないよ。目が。もう。まともにプレイできるのはいつなんだ。へいとったーあおこれは、スモークじゃないですか。スモークならやってくれる。やってくれる。スモーク。ここらでビシ、お、夜じゃん。夜もあるんだ。へえ。あ。終わんねえぞー。このままじゃ終わんねえぞ、動画が。不安になってきたな。最低でも、40は飛びたい。40は飛んで、かっこいいところ、見して、終わりしたいん。じゃっ。40飛べた。やった。最高記録かな。最高記録ですね。ここで終わりにしとこう。もうだいぶやった。100回ぐらい飛んだ。実はこの間にカットも挟んで100回ぐらい飛んだ。それで今のジャンプですね。一応2位には入りました。2位には入ったけど、多分1位にはなれないので、この辺で終わりにしときましょうか。ということで。クタの地獄スパでした。12月もね、どんどんこうやってクタのゲームの実況をやっていこうかなとは思いますが、皆さんもね、ぜひブラウザの方までやってきて、動画のね、下の方にもね、URL を貼っとくんで、やってみてください。今しか、本当に今しか、あと1ヶ月しかできないと思うとね、ちょっと、あの時やっててよかったなって思うかもしれん。そんな未来が来るかもしれん。なんでね、やってみてください。簡単そうに見えるでしょ？簡単そうに見えるけど意外と難しいんだなってのを、そういうのを感じるのもね、今しかないと思うんでね、やってみてください。はい。クタの地獄スパでした。ほなまた。